警察によりますと、昨日午後11時半ごろ、森山区森宮町のホームセンターで、ゴミ置き場の段ボールが燃えているのを近くに住む男性が見つけ、119番通報しました。消防車14台が出動し、火は20分ほどで消し止められました。けが人はいないということです。当時、店は営業時間外で誰もおらず、周辺には火の気もなかったということで、警察は不審美とみて調べています。